みなさんこんにちは。星の魔法を使う魔女見習い VTuber&V シンガーの小道こまりです。私は日本の技術を応援しておりますですよ。日本は美しい、ジャパニーズビューティフル。僕が20代の頃のお話です。僕もその花屋に2年くらい勤めていたのですが、新人社員が入ってきました。花屋の新人社員は入社して初めは配達業務をこなすことが多いんですよね。でも3ヶ月経っても4ヶ月経っても上司は新人社員に配達ばかりさせるんですよね。そこで僕は上司に、余裕がある時は店に残して花を作る仕事をやらせてみてはと進言したのですが、上司はまだ早いと言ってきたので、そんなもんかなと思っていたら、その1週間後に新人を店に残していました。早いって1週間なの？なんか僕の意見が尊重されてないことに気分が悪くなりました。はい、皆さんこんばんは。旅する花屋フロイスト進行と太田新平です。僕も進言するのに勇気がいるし、会社のことを思って言いたくないことを言ったのですが、まだ早いと突っぱねられて、一週間後にあたかも自分が提案したような雰囲気で僕が言ったことをやってしまう上司。まあ部下の手柄を横取りする上司って言いますけども、言いたくないことを勇気振り絞って言って却下された僕の気分って悪くなっちゃいますよね。そこでこの場面の最適解って何なのかなって考えてみたんですが、他の社員の前で言う必要はないと思うんですけども、僕に一言、あの案採用するよって言ってくれれば僕のモチベーションも上がるし、その上司についていきたいって思うんですよね。そのぐらい簡単に人の気分って変わるもんなんですよね。なんとなく気分が悪い時もありますが、人から言われて気分が悪くなることってありますよね。人が集まればいかにみんなが気分よく働けるかをよく考えるんですが、今回は人からの影響で気分が悪くなるパターンって何なのかを考えたいと思います。1、話を聞いてもらえない。2、意見を頭から否定される。3、提案を横取りされる。4、言葉や文字で詰められる。5、決めつけで言われる。この5項目で話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。1、話を聞いてもらえない。悲しい。仕事のシーンでもありますが、ちょっとした疑問や質問ってしたくなるときありますよね。そんなとき自分の上司が、自分で考えろとか、言ってる意味がわからんなんて言われたら、もうこの人に話したくないなって思っちゃいますよね。そんなことで気分って変わるものだと思います。正しいことって頭ではわかっていてもできないことってありますよね。それこそ気分なんだと思います。2、意見を頭から否定される。よく先輩社員や上司が、何でもわからないことあったら聞いてねとか、会議でどんな小さいことでも意見してねなんて言われることがありますが、勇気を持って発言してみても否定されて気分悪くなることってありますよね。実は僕も叱られたことがあります。僕が蕎麦屋で店長をしていた頃に、オーナーから、新平はまず人の話を聞けって言われたことがあります。なぜかというと、僕の考えていることがたとえ正しかったとしても、オーナーの意見に対して最初からそれは効果がないのではとか否定していたんですよね。オーナーが目上の人だからとかではなく、同じグループのメンバーの意見を頭から否定したら相手は気分悪いですよね。僕もその後よくよく考えたら、まずはオーナーの意見を肯定的に受け止めて、その上で自分の意見を言えばよかったかなと反省しました。正しい受け答えは、なるほど、そういう考え方や捉え方もあるんですね。この一言があるかないかで相手の気分って全然変わるものですよね。その後に、ではこういう時はどうしたらいいですかと否定するのではなく、その意見を尊重した上で質問することの方がお互い気持ちよく意見交換できますよね。もちろん自分の意見を言うことは大事なのですが、言い方やタイミングってとても大事です。特にその後も関係が続くような相手にはリスペクトを忘れないことが大事です。
3、提案を横取りされる。冒頭での先輩社員の話がまさにそれなんですが、自分の意見やアイデアを横取りされるのって気分悪いですよね。たまに後輩や部下などが提案したことを何もなかったかのように自分の提案のように発言する人っていますよね。僕にとってはとても不思議なんですが、皆さんはそういう経験ありますか？そこで気分悪い態度を取るのも大人げないし、違う角度から考えてみて、この人は忘れっぽい人なのかなとか考えたりするのですが、どちらにしても信用はできないかなって思っちゃいますね。本当に一言、お前の意見取り入れたよって一言があれば、お互い気持ちよく働けると思います。4、言葉や文字で詰められる。僕のように話すのが苦手で文字も苦手な人って、他にもいると思いますが、相手が知らないであろう単語や専門用語を頻繁に使ってくる人っていますよね。私頭いいでしょって言わんばかりに横文字や専門用語を使ってくる人って僕は苦手ですね。本当に賢い人って相手に合わせて言葉や文字を選んだり、わからないようなことであれば説明を付け加えたりすれば良いのですが、皆さんの周りにはそういう方っていませんか？そういうことが頻繁に行われると、いちいち質問するのも申し訳ないし、流しとこうってなっちゃいますよね。あまりにも続きすぎると気分も悪くなっちゃいますよね。言葉は相手を見て選ぶことが大事ですね。5、決めつけで言われる。どれだけ交友関係が広くても同じ人っていうのはいないので、決めつけられたり他の人に当てはめられて物を言われると気分悪くなっちゃいますよね。皆さんはそんな経験ありませんか？何かと先回りするかのように、こんなタイプでしょって他の人に当てはめようとする人っていますよね。確かに経験豊富なのかもしれないですが、一人の人間として見てもらいたいですよね。今回も最後までご視聴ありがとうございます。相手の気分が悪くなるのって本当に一言多いか一言少ないかだと思います。自分の発する言葉で相手が協力してくれるかどうか変わるもんだとつくづく思います。たまに人が話しているのに話に割り込んで、いやとかでもという接続語を使って入り込んでくる人っていますよね。いやとかでもって否定的な意見を言う時の接続語なんですよね。ついつい癖で言ってしまいがちなんですが、ぜひ改善した方がいいと思います。僕もこれからも気をつけていきたいと思います。共感してくれた方はぜひ高評価の方を押してくれると嬉しいです。こんな経験しましたっていう方はぜひコメントに入れてくれると助かります。通知を受け取るベルマークの通知をしてくれると嬉しいです。それではありがとうございました。またねー。